ってきましたが、また砂防ダムがあります。砂防ダム、あんまりいいポイントってとこじゃないんですが、この落ち込みの高さ、バイオラは簡単には登れない、高さが下がって、とどまってる可能性があるんで、そこをちょっと。よし、入りました。27、8センチの日光岩なんです。尻尾が切れてますね。これはやっぱり台風でやられたと思います。オレンジが入ってきれいです。どっちかというとやっぱり、養殖から変わりつつあるって感じだったので、いました。釣られちゃってる可能性ありますね。そういうことを上に上がる。この段差。1メートルちょっとかな。この上にもね、サボダムがある。これね、上がれるとこに鉄パイプが落ちちゃうんで、そこを上がるんだけどね、上がれるかな。はしごはね、もっと下まであればいいんで。昔行った時はね、なんかあったよ。ここの鉄パイプが。階段があるんですが、まあ、ここは灯台の演習林なんで、山に入るようにできてるんですね。だからこれをね渡る、あそこの橋の あそこに橋のから あれを降りてきて ここへ降りてきた。なるほど。分かった。降りられそうですね。この上流行ってみます。